それでは作っていきます。まずフライパンにアンチョビを乗せます。でこのオイルもね入れちゃいます。で火にかけます。温まってきたらここにキノコ入れます。もうキノコはねたっぷり入れちゃいますよ今日。これエリンギとしめじとあとはねえのき入れます。もうたっぷりですからね今日はね。で炒めます。できのこが炒まってきたらここに牛乳大さじ2杯加えます。で炒めます。で塩コショウを少々振ります。でキノコがしんなりしたらここに卵を落とし入れます。はい、卵割り入れます。一旦蓋をして1分ぐらい煮詰めましょう。はい、でね卵の表面が白くなってきたら蓋を開けて卵を固めながら混ぜます。で最後はもうざっくりと混ぜちゃいましょう。はい、で火を止めます。でお皿に移します。はい、で最後に青のりを散らしてたっぷりきのこのアンチョビミルク卵炒めの完成です。ちょっと名前長いな、まあ、いっか。はい、これで完成でございます。